明治同社、吉井正人。ロッテ吉井正人監督が17日、入団時から、米大リーグへの挑戦を希望している佐々木朗希投手について、コスティングを要求するのが自分だったら、球団に対してもう、ちょっと恩返ししてからじゃないとダメなのかなと思ったりもするんですけど、でも個人の野球人生なので、朗希がどう考えているかは、私は、とやかく言うところではないと思ってますと持論を述べた。ファンは今季、侍ジャパンとして WBC に出場。開幕からは3連勝を挙げた。だが、後半戦に入り右中指の豆、左脇腹の肉離れ、発熱で3度戦線を離脱。レギュラーシーズンは15試合に登板し7勝4敗。防御率は 1.78 ながら、規定投球回は達成できなかった。5カ年育成計画の5年目となる来季に向けて、指揮官は、中6日登板&150イニングのノルマを課していた。本人のメジャーへの移行については、入団するときに、いずれはメジャーに行きたいですっていうのは聞いています。最近どうかっていうのは聞いてないですとした。野球の本場を夢見る若手選手には、メジャー3球団を渡り歩いた経験者として、今年コスティングしている誰もが、うまく契約できれば、チャンスをもらえれば活躍できる。自分が活躍したんだから、誰でも活躍します。チャンスがあるなら行って、頑張ってほしいと思ってますと思いを語った。たったの150イニングがノルマ話にならんわ。最低でも220イニング投げて当たり前や。今のままで成功する？巨脚くんが通用する世界かね。ファイターズファンの佐々木投手はメジャーではなく12球団唯一の名将である新庄監督が率いるファイターズに移籍して新庄監督を胴上げするために故障するまで投げ続けるべきだと思う。一人の人間の人生誰も口出す権利なんてないよ。評論家気取りのアホどもが思い上がっていろいろ言ってくるけど全部無視でいいよ。何か言うことないだよ。朗希を猫可愛がりしてるくせによ。本気せがましい時代遅れな話。頭の中が共産主義。過去後なんだよな。メジャーが合うかもわからないし、やらせるのも良いと思う。ダメなら戻れば良い話だし。好きにしたらええけど、せめて1回くらい、1年間ローテ守ろうぜ。彼の体はまだガラスだと思うよ。今言ったらすぐに壊れると思うな。